横山ビジターセンターと志摩自然学校では、体験を通して海女に親しんでもらおうと海女漁体験を毎年行っています。8月1日には県内外から集まった女性たちが現役の海女とともに海に入りました。今回は東京や千葉、大阪など県内外から8名が参加。横山ビジターセンターで海女について学んだ後、志摩町の和具漁港近くの海岸へ移動しました。参加者たちは現役の地元海女の息の長さに驚き、素潜りの大変さを感じながらもサザエなどの獲物を捕まえていきました。この日は波も少なく穏やかな海で、およそ1時間半の海女体験を行い、参加者たちは島に残る海女文化を身をもって体験しました。皆さんこんにちは、司会の伊藤彩です。それでは8月16日からの島の国チャンネル、今回のラインナップです。行政情報を担当職員が分かりやすくご紹介する暮らしの情報では、生活困窮者自立支援制度についてお送りします。これ里海のコーナーは第4回志摩里海マリンフェスタについてお送りします。まずは暮らしの情報コーナーです。今回は生活困窮者自立支援制度についてお送りします。ご紹介いただくのは福祉総合支援室の岩崎さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。さて今回は生活困窮者自立支援制度ということなんですが、はい、これはどういうものなんでしょうか。はい、この制度はですね、失業や多重債務、病気や障害、さまざまな要因が原因で困窮状態に陥った方に対しまして、住居や就労機会の提供、あとは家計相談などの支援を行いまして、生活の見通しが持てるようにしていこうというような制度になっています。はい、具体的にはどういったものなんでしょうか。そうですね、はい、この制度なんですが、平成27年の4月から生活困窮者自立支援法というものが施行されまして、それに伴いまして全国で行われている事業になるんですが、志摩市でも、はい、生活困窮者自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、家計相談支援事業、この4つの事業を実施しています。はい、その中ではじゃあ4つの大きくこう事業があるということなんですが、 それぞれについて、はい、教えていただけますか。はい、まず生活困窮者自立相談支援事業なんですが、こちらはもうこの制度の本当に基本かつ中心になる事業になっておりまして、生活に不安や悩みを抱えている方につきましては、はい、まずこの事業の中でご相談をいただくということになっております。まあ、ご相談いただいた内容について専門の相談支援員がお話を伺いまして、どのような支援が必要かを一緒に考えまして、はい、さらに具体的なプランを作成していく、その上で、自立に向けた支援を寄り添いながら行っていくというような内容になっております。ということはじゃあもう本当に一人一人に合ったこう支援が得られるというわけなんですね。そうですね、さらにその支援を行っていく中で、もっと違った視点で支援が必要という場合には、はい、この後ご説明する3つの事業についてでも、はい、検討をしていくというような流れになっております。でその3つの事業なんですが、はい、まずは住居確保給付金の支給ですね。こちらにつきましては、はい、離職などによりまして、住居をなくした方、またはなくす恐れの高い方ですね、そういった方に対しまして、就労に向けた活動というようなことを条件に一定の期間家賃相当額を支給するというようなものになっております。はい、これは本当に生活の基盤になる住居、これを確保していただいて、就労の支援をしていこうというのが目的で、まあ、この事業につきましては年齢や離職期間、あと収入ですね、そういったものに一定の要件があるということだけは少し
そうですね、注意が必要ですね、はい、やはりその安心して暮らせる場所っていうのは本当に大事ですもんね。そうですね、はい、まずはそういった支援が一つあるということですね、はいはい、そして続いてが、はい、次が、就労準備支援事業ですね。こちらにつきましては、社会に出ていくことに不安があるとか、他の人とのコミュニケーションがなかなかうまく取れないという方のに対しまして、一般就労に向けた支援ですとか、まあ、就労機会の提供をしていくと、そのような制度になっております。はい、このあたりはじゃあ就労への第一歩ということですかね。そうですね、はい、はい、で最後、まあ、家計相談支援事業になるんですが、これはもう家計の見える化を行いまして、それによりまして、まあ、根本的な課題を相談者の方と一緒に見つめ直します。その上で、家計計画などによって支援を行います。はい、うん、じゃあそのあたりはその家計を立て直していただくっていうことですね。そうですね、家計計画をもとに家計を再生を目指していくというものですね、うん、はい、なんかもう伺っていると、そのこういった支援っていうのはいろんな角度からあるものなんですね。そうですね、はい、うん、まあ、この制度なんですが、本当にね、あの生活に困窮されている方というのは本当に経済的に困っているだけではなくて、先ほど申し上げた通り、あの障害ですとか病気ですとか、はい、人間関係、うん、生活環境、さまざまなことに課題を抱えている場合が非常に多いです、はい、そういったものを広く受け止めて自立に向けた支援をしていくという制度になってまして、うん、もちろんこの制度によって支援もしていくんですが、やはり支援の中では、はい、まあ、行政機関はもちろんなんですが、まあ、高齢者や障害者の支援機関ですとか、ハローワークですとか、医療機関などさまざまな関係機関との連携が必要になってきますので、そういったあの連携が円滑に取れるような取り組みも行っていきたいというふうに考えてます。はい、まあ、確かにいろいろな角度からっていうふうになると関わっていく方も多いですし、そのあたりもやっぱり連携っていうのをしっかりとしてスムーズにご支援ができるようにということなんですね。はい、重要なところですね、はい、では実際にこの制度を利用したいという方はどうすればいいんでしょうか。はい、あのこの事業なんですが、住居確保給付金の支給を除きまして、他の事業につきましてはさまざまなあの相談支援に実績のある志摩市社会福祉協議会の方に事業を委託して実施しております。で社会福祉協議会におきましても専門の部署を設置しまして、名前を志摩市サポートセンターふんばりということで、事業を実施していただいておりまして、まずはですね、そちらの、はい、ふんばりさんの方にですね、ご相談をしていただくという流れになります。はい、このあたりはその困っているっていうご本人のみならず、その例えば家族とかそういった方からも受付はされるんですか。もちろんですね、なかなかのご本人さんからは声を上げにくいというケースも非常に多いので、はい、ご家族の方や地域の方というような方からの相談も、はい、受け付けておりますので、はい、お気軽に相談いただければというふうに思います。はい、はい、まあ、生活でお困りごとなどがあれば、はい、気軽になかなかこういうことってこう打ち明けにくかったりすると思うんですけれども、その一歩がやっぱり大事ですからね。そうですね、はいはい、気軽にぜひお問い合わせをいただきたいと思います。はい、今回は生活困窮者自立支援制度についてお送りいたしました。詳しくは広報でもお知らせしておりますので、そちらの方もご覧になってください。岩崎さん、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。友山展望台に来ています。さて今回のこれ里海は9月にこのアゴワンを利用したイベントが開催されるということで、そのイベント志摩里海マリンフェスタについて実行委員長の西尾さんにお話を伺いたいと思います。西尾委員長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。さてこの志摩里海マリンフェスタについてどんなイベントか教えていただけますか。はい、本年で4回目になりまして、はい、初年度の1回目から3回目まではシーカヤックの大会でして、うんうん、で本年からシーカヤックに、はい、あのサップというスポーツ、サップと私この前取材させていただいたんですが、はい、こうなんかこう板のパドルの、あ、パドルじゃない、板の上にパドルを持ってこう立ち、なんか水上散歩とかできるような。あ、そう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 、いわゆる大きめのねサーフボードでね、ええ、はい、なるほど。それもじゃあ今回加わるということで。そうです、コラボで。それは楽しみですね。はい、ではイベント の, その内容というのはどういった内容でしょうか。そうですね、簡単に言いますと、うん、タイムレースでして、
この阿護湾の、周回してくる、そのコースのタイム時間を測るという、それをカヤックとサップの、2種類のレースを同時開催というわけです。はい、なるほど。じゃあこの阿護湾のいろんな景色を見ながらレースをするような形になるんですね。はい、ではその、4回目となればいろんな方が関わっていらっしゃるかなと思うんですが、はい、どういった方たちがこの、運営というか実行委員会をやっておられるんでしょうか。はい、基本としては、海のスポーツをされる方々だけど、実際は本来もともと違うグループの方々たちばかり でなおかつそのマリンスポーツをされないまた方々からも、ご支援いただいて、だから結局は地域の自分たちで、もう大げさに言うわけじゃないですけど、町おこしみたいなのを小さいながらやってこやないかというのがもともとの考えです。ありがとうございます。ではその、ちょっといろんな方々というところですごく興味が湧くんですが、はい、そのメンバーにちょっとお話を伺いに行ったりしても大丈夫でしょうか。はい、すごく熱い男たちがいるので、ぜひともそちらの方で、ではちょっとその方たちにちょっと話を伺いに行ってきたいと思います。それでは行ってきます。行ってらっしゃい。さてここで今年から、志摩里海マリンフェスタ実行委員会に参加されたという福田さんにちょっとお話を伺いたいと思います。こんにちは。よろしくお願いします。それでは福田さん、今年からそのマリンフェスタの実行委員会に関わられたってことなんですけども、はい、なんか変わったきっかけなどちょっと教えていただければと思います。この実行委員会に関わった内容としましては、僕のお店、サーフィンをやってるんですけど、サーフィンやってる仲間でこの実行委員会に所属してて、今回その伊勢志摩里海マリンフェスタのこういう形の活動してるんだけどっていう話の中で、じゃあ新たなそのマリンフェスタのイベントの一環として、今すごくブームになりつつあるこのサップなんかどうかなっていうことで、こちらですね、大きなボードですよね。これはちょっと少し大きめなんですけど、この上に水上の上に立って、水上散歩とか、当然のごとくレースとか、いろんな種目があるんですけど、この伊勢志摩にはこの立地条件がすごくと備わってて、でこのマリンフェスタの方でもカヤック、シーカヤックで同じようにその海のまたその自然の中を楽しむ人々と一緒にこのサップの方を楽しめる環境が作れないかなということで、ぜひ一度話を聞かせてくれということで、お邪魔してですね、今回このマリンフェスタの方の実行委員として今年から参加させていただくようになりました。そういう経緯だったんですね。これまで本当にシーカヤックを中心に大会が開かれてて、今年からこうマリンフェスタっていう名前に変わったんですけど、志摩の場合は海をその利用するこうスポーツっていうのは、シーカヤックだけじゃないですしね。そうですね、レクリエーションもね、そういった意味ではもうこれからまたサップというのも、サップというのはすごく年齢層も広いですし、でジャンルもそのウェーブ、この志摩の方ではサーフィンなんかすごくポピュラーになってるんですけど、この太平洋側と内海、このアゴ湾というのはですね、すごくロケーションもいいですし、当然のごとくアゴ湾の中では波もないし穏やかな状況 でカヤックされる方もいらっしゃるし、でサーフィンだけだと外海、このサップですと外海の波にも乗れるし、内海の穏やかなところも要は水上散歩をして新たなこう海を見る、海から丘の景色をですね、やっぱり見るというのはなかなか普通の方々できないん で、特にこういう大きなスタンダードパドルボードというんですけど、これ大人2人乗っても安定感があり、もう本当に転倒することはまあないです、子どもさんとか一緒にですね、水上散歩したりとか、よく本当にこうハワイとかいろんなところではあるんですけど、カップルでとか子どもと一緒にですね、その水上散歩して自然のその素晴らしさとか、そういうのをこう自分の住んでるエリアの素晴らしさをですね、もう一度再認識させるスポーツになるんじゃないかなと思ってるんですけど ね、もう本当に志摩の魅力としては海っていうのは外せないんですよね。そうですね、その関わり方として何かまたこう新しい形で関わることができれば、よりこう来てくださるお客様も楽しんでもらえますし、地元の人たちもね、そうですね、もともとこうなんか選択ができるっていうのは、なんかすごくいいことだなっていうふうに思います。やはり迎え入れる側がやはり地元の素晴らしさを理解してないのは本当にもったいない話ですし、
この島にどんなとこがあるのって聞かれた時に、誇れるものは何だということをですね、この島のこの水 海の周り5町がですね、海に囲まれている、このロケーション、このアゴ湾の中こういう素晴らしいところあるんだ、外海はこういう素晴らしいところあるんだということを胸を張って言えるとか、理解、こうみんなを迎え入れるなんか素晴らしいアイテムの一つになったりとか、コミュニケーションの場になればいいなと思って思ってますけどね。このマリンフェスタでまた福田さんもこう現場にいるということですのでね、また盛り上げていきましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、さて続いては宇方神社に来ています。こちらでは神職であります西尾さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは、西尾さんもこう実行委員会のスタッフということでお聞きしているんですけども、はい、あの第1回目から参加されているということで、はい、何かこう関わられたこうきっかけなどちょっと教えていただけますか。そうですね、もともと大学生の時からサーフィンっていうスポーツは、まあ、してたんですけれども、まあ、このシーカヤックっていう、スポーツをですね、はい、まあ、知り合いの、おじさんたちがやっていて、まあ、声かけられたっていうのが、きっかけなんですけれども、それで、まあ、神職って、なんかこう、アウトドアな感じじゃないって思われる、あの職業なんですが。確かに。僕はこの島の、あの自然とか、海が大好きで、はい、で、まあ、サーフィンもそれでやってたんですけど、うん、まあ、それで、このシーカヤックっていうスポーツが、やってみて楽しかったですし、この大会をするっていうことで、うん、まあ、僕でよければ、ぜひ参加させてもらいたいなということで、うん、第1回から。一緒にやらさせてもらってます。あ、なるほど。この同じ世代が、うん、何かこう一緒にやってみようかなとか気づいてもらえたらなんかいいんかなと思いますし、それでなんていうんですか、シーカヤックっていうのは、はい、一生できるスポーツなんですよ。ゴルフみたいな感じで、若い時からもう、うん、年取ってまでできるし、で、なんていうんですか、この島の自然ってすごいいいじゃないですか。特にもう来年、サミットも決まりましたし、なんかこの機会にね、うん、どんどんこのシーカヤックが、はい、うん、広まっていったらいいなと思って、うんうん、なるほど。まあ、ぜひともこれからね、この実行、マリンフェスタをですね、こう率いて地域をこう盛り上げていただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、もう本当にありがとうございました。本当にございません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。西尾委員長、聞いてきました。お帰りなさい。いや、皆さんね、結構こう思いがありますね。はい、やはり、はい、ちょっとここでですね、まあ、いろいろ聞いてきましたので、はい、西尾委員長の思いも聞きたいなと思うんですが。はい、そうですね、はい、この大会の考え方としては、やっぱりその私たちも海に生まれ海に育ちましたけど、実際ね、成人するともう皆さんよそに出てかれますやんか。で、意外と私もこの年になって思ったんですけど、その子供の頃は海と一緒に遊んでますけど、大人になるとどうしてもね、都会の方行ってしまうから、やっぱりもう一度その地元のこの志摩市、このアゴ湾、この景観とか自然というものをみんながやっぱりこう再認識したいと。で、なおかつよその人から、県外の方が来て皆さんここの地域を褒めてもらえるのに、実は私たちが一番よく分かってなかったりするという、やっぱりそういうことに関して、やっぱり地域の人たちが、みんながこの島っていうものを自慢できるものやっていうことを、もう少し皆さんがやっぱり理解してほしい。で、なおかつ私たちのマリンスポーツ以外でもそうですけど、広めていってほしい、しましょう、まあ、そういう思いです。そうですね、なんかすごくこう思いとしては、まあ、その島の海を利用したスポーツを広めるというだけにとどまらないっていうことですね。はいはい、では最後になりましたが、西尾委員長、いつ開催されるでしょうか。はい、9月13日日曜日です。皆さん、9月13日自動六郎海水浴場にぜひ来てくださいね。それではちょっと委員長、手伝ってもらっていいですか。はい、これ持ってください。はい、はい、それでは志摩里海マリンフェスタ、皆さんの思いの詰まったイベントに、これ里海。それでは今回の島の国チャンネルはこの辺で失礼いたします。次回もどうぞご覧ください。